ございます、ようやくですね夕方になって準備して、朝はあの見てもらった通りモーニング行って、昼はなんか海鮮丼食べたんですけど、夕方までホテルでゆっくりしました。で今からはみなとみらいのノースフェイスでサロンのメンバーと待ち合わせしてて、なんかノースフェイスみなとみらいによく行ってある人がいてるの でその人らと一緒にオプショナリーツアーとしてなんかそこで合流して、でそこから飲みに行きたいなと思うんですが、今が4時今5時なんですけど、あと1時間ぐらいしたら嫁蔵も大阪から新幹線で来るんですが、まあ多分今日は中華街行くので、その中華街のお店で合流する感じにはなると思います。みなとみらいの方でちょっとノースフェイス行ってみたいなと思います。行ってきます。ちゃうやんけ。はい、本日はですね、ワインサロンの飲み会に来ております。これでだよ。ギリ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 え、こんなキャラと思わんかった。いや、もっとあると思う。もっとある。引き出しいっぱいあると思う。まだ 2% ぐらいしか出してない。ワインか、ウチロックか、マヨネ。はい、はい、本日はちょっとアセプティシートを、もらうという動画になってます、こちらでーす。はーい、はい、最後までご覧いただいてありがとうございます。ございます。昨日あれからですね、飲み会行ってもう動画撮る時間がなかったですね、気がついたらもうホテルに帰ってきてたんで、翌日朝となっております。今日はもう横浜から帰るだけなんですが、嫁蔵と一緒にちょっとブラブラしてから帰ろうかなと思うんで、ちょっとブラブラしていきます。行きます。それではなんかいきなり雨が降ってきて、今雨宿りしてます。そして横浜ビールがあったので、それを買って嫁蔵が来ました。ビール食べた。どうです、横浜エール。上カラン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 言ってるけど雨やんだな。でもやんだね。すればいいか。あ、確かに横浜っぽいわ。横浜っぽいね。あ、やばい、大西風に佐川帰っちゃったことですね。よし、飲もっか。はい、乾杯。いいお酒。この口やばい。どう、地ビール感がある。やっぱりお甘いね、うん、めっちゃ甘いね。でもな、さっき説明聞いとったら苦いって書いてた。ものすごい苦かったんで、100年以上前は横甘えるって。めっちゃ甘いけど、いやいい本当ですね。どうですか、この冷えたんがたまらんな。キンキン冷やしてくれてもんな。ねえ、似合うよ。うまー。なんか食べたい。中華行く？なんか横浜市の人に聞いたら、この辺でどうやらヒーローの撮影が行われた、木村拓哉さんのヒーローが撮影が行われた、これかなと思うんですけど、こんなシーンなんか見たことあんねん。ほんと？裁判所行くシーン。ここが裁判所ってこと？こうやって行った記憶がある。今は記念館やけど、ドラマの中では裁判所の気が。見てみる。それでは歩いて中華街まで戻ってきました。うわ、人多いな。
写真撮らんでいいの俺らも。写真。もうせっかくやから門の前で。下がりが。はい。すごいデブ。めっちゃいい写真。あれかな。昨日行った店ここやな。なんていう名前？大。大珍道。大珍道こちらです。お昼もやってるんだ。食べたもんね。でもさ、食べ歩きできますね。そうやな、結構ちゃんと入るっぽい。食べ歩きそこそこ。小籠包あるやん。あ、そうか。うわ、いかにもこの中華街って感じやな。マンチング。マンチング。あ、こことかもあるやん。うわぁ、蒸しちゃんと食べれたら食べやな、どんどんもう終わりに近くて。そうなの？もう小籠包食べたいの。あ、酒のやつは？あかんの？ハンバーグ、ハンバーグないの。肉まんだったの。カカワ。え？ごめん、カカワ。あ、ごめん、痛かったな。じゃあ、カナさん、ボブル感じてさ、そこは餃子まで来てこれるかな。じゃあさ、肉まんって横入る。うん、危ない。ここにこれの行くよ、肉汁がで、あ、これ絶対うまいよ、見えた、これを飲んでる。黒酢もちょっと入れて、で、お汁もいただきます。あ、ないかなって言ってたこっち見向きもせえへん。そして5分後、ペロッと完食。一人で。ごちそうさまでした。感想は？美味しかった？甘かったけど、一人でよく食べた。すっごいディープな動きました。すごいいいやん。これ一緒に食べようかな。時間が16時20分ぐらいで、今から新幹線に乗って大阪に帰りたいなと思います。嫁さんはシュウマイ弁当を買ってます。念願のシュウマイ弁当では、新幹線に乗ります。それではですね、大阪に無事帰ってきました。今日はなんか台風が、東京の方に直撃してるみたいで、逆に大阪から東京はもう夕方からもう電車走ってないらしいんですけど、僕らはなんとか無事帰ってこれて、あとは、在来線乗って帰りたいなというふうに思います。ちょっと今回はクタクタやって、僕あんま電車とかで寝ないんですけど、新幹線で、ぐっすり2時間ぐらい寝てしまいました。あとは続きの睡眠は家帰って寝たいなと思います。ではですね、今回は3泊4日の横浜旅という感じでした。見てもらってありがとうございました。